マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。さあ、いよいよハロウィンが近づいてきましたよね。そろそろ準備に取り掛かろうかなっていう方も多いのではないでしょうか。ただ、待ってください。今から選ぶそのハロウィン用のお菓子、痩せる材料で安心安全のものでしょうか。ということで、今回の動画ではハロウィンにおすすめの安心安全の痩せるおやつをお伝えしていきたいと思います。ご自身のため、もしくはお子様やお教室の生徒さんなどに配る、そういったおやつがね、安心安全でさらに痩せ効果があるものを知りたいなっていう方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ハロウィンにおすすめの痩せるおやつトップ3ということでご紹介していきたいと思います。話の流れはこちら。1. 痩せるポイントとは。 2. おすすめのおやつトップ3ということでランキング形式でお伝えしていきます。では1つ目の項目です。痩せるおやつのポイントとはなんですけれども、こちらです。食品添加物が無添加であること、これがもう大前提になるんですよね。どんなにこれがダイエットにいいですよという食品であっても、原材料名の中に食品添加物がたっぷりとですね入っているものがたくさんあるんですよね。騙されてはいけませんよ。なぜかというと、食品添加物を取ってしまいますと、あなたの腸や肝臓にものすごく負担をかけてしまうんですよね。それだけでもう消化吸収がだんだんできなくなっていく、結果栄養不足になってしまうわけです。なので食べても食べても消化吸収ができないわけですから、栄養不足に陥りますと痩せるためのホルモンの材料が取れないわけですから、結果どんどん太ってしまうというその負のスパイラルへとね入ってしまうわけですよね。ですから大人であれ子供であれ、もうどちらにとっても良くないわけですよね。ですからご自分のためにも、そしてお子様のためにも、ご家族のためにもね、ぜひこの無添加のおやつ食材を選んでいただきたいと思います。ではここから具体的に分かりやすくお話ししていきたいと思います。よく、おかきとかおせんべいとかね、スナック菓子系に入っているのがこちら化学調味料です。でもね、原材料名に化学調味料なんてわざわざ書いていないんです。どのように書いてあるかというと、こちら調味料カッコアミノ酸糖と、別名グルタミン酸ナトリウムという化学調味料が入っています。簡単に言うと、しょっぱい食べ物ですよね。辛い系とかスナック系、ああいったものにもほとんど入ってますから気をつけていきましょう。で、逆にね、甘いもの、チョコレートとかキャンディーとか、クッキーとかね、甘い系のものはこちら人工甘味料が入っている場合が多いです。特にパッケージにね、糖質ゼロとかカロリーオフとかね、そういったものは甘さがね、砂糖の数百倍あるんですが、カロリーが低いわけですよね。こういった人工的な甘味料を取ってしまいますと、脳がね麻痺してしまって混乱するわけです。で、よりもっともっとあなたはですね、味覚がおかしくなってしまって、味覚異常ですよね。もっともっと甘いものが食べたくなって、やめられない、止まらないって、そういうね悪いスパラルに入ってしまいますから、ぜひね、しょっぱい系はこの調味料カッコアミノ酸と、で、人工系の甘味料、甘いものですよね、糖質ゼロとかカロリーオフとか、そういったものは注意してくださいね。では2つ目の項目です。おすすめのハロウィンのおやつトップ3ということでランキング形式でお伝えしていきます。今回は私が大好きなカルディさんで見つけてきました。まず第3位はこちらです。可愛いんですよ、見えますか。はい、じゃじゃん、長い、これね、かぼちゃ&紫芋のボロになるんですよ。卵ボロですよね。で、こちらが1,2,3,4,4連ついてるんですけども、これ全部ね1つのパッケージにこの味がねちゃんと2種類まんべんなく入ってるという、なので別々じゃないんですよね。1袋にちゃんとかぼちゃと紫芋の味のボロが入ってるんですよ。ちょっと開けてみたいと思います。ちょっと1つね切ってしまって、で、私高校3年生の娘がね1人いるんですけれども、娘の学校のおやつにもね、よくこの卵ボールを持たせるんですよね。可愛いでしょ、なんか赤ちゃんみたいですよね。いつまでたっても赤ちゃんみたいに可愛い娘です。皆さんもそうだと思います。で、こちらですね、完全に
人工甘味料とか化学調味料無添加のものになってまして、また嬉しいのがね、かぼちゃと紫芋ということで、ほんとこう天然のね綺麗な色がね出てるんですよ。これ着色料なんか入ってないのに、かぼちゃの綺麗な黄色と紫芋の綺麗なこう紫がね入ってるんですよ。ちょっとねいただきたいと思います。ではまずかぼちゃさんの方から黄色です。いただきます。もうね噛んでるうちから溶けちゃいますね。では今度紫芋の見えますか、薄い綺麗な、ね、パープルなんですよ。いただきます。あの甘さも控えめですし、例えばの音楽教室のね先生、お教室の先生のイベントでお子様たちにねハロウィンしてあげたいなとかいらっしゃると思うんですよ。私もね、あの娘が小さい頃英語のサークルの代表してまして、こういう時ねやっぱりハロウィンパーティー仮装してみんなでしてました。そういう時にねやっぱりよくこう見かけるおやつってもう毒々しいあの色ですよね。真っ赤とか真っ黄色とか、どうかしたらグミなんかこう黒とか紫とかすごい色のグミとか売ってませんか。で私あのオーストラリアにいた時にこのファミリーの子供たちがですねそのグミを持ってたんですよね。でスミカ見て見てルークとか言って、何かなと思ったらその食べるグミですよ。僕手の中にこう隠すわけですよ。で覗いてっていうか覗くと、そのグミがなんとですね蛍光色でこう発光するんですよね、暗いとこで。いかがですか、ってこれ食べ物なのにこう暗いとこで覗くとグミが光るんですよ。これ何が入ってるんだろうってすごくねやっぱ驚いた経験があるんですけども、やっぱり特にあのハロウィンのおやつってこう外国から輸入したものもいっぱいありますよね。実はこのカルディさんでもいっぱい見かけたんですよ。でもやっぱりね材料が絶対ダメっていうのがねほとんどだったので、皆さんもそういったものをねご自身も食べていただきたくないですし、ましてやそのお子さんとかね生徒さんにねそういったものを与えていただきたくないなと思って今回選んだのがこの卵ボーロだったんですよね。とっても美味しいのでおすすめですし、この5本になってるから皆さんとこう分けてあげてもね、袋詰めしてあげてもすごく可愛いパッケージなので、ぜひねこちらを選んでみていただきたいなって思います。ではどんどんいきましょうね。第2位はこちらです。はい、見えますか、ハロウィンのお野菜スナック16枚入りということで、ここにちゃんとね着色料、保存料、香料不使用だよって書いてあるんですよ。ちょっと開けてみましょう。でこれなんとですね味が1、2、3種類、トマトと紫芋とほうれん草ですね、 あと海苔味4種類ですね。ちょっと開けてみたいと思います。これね、じゃがいもでんぷんをベースにした野菜のペーストやパウダーを練り込んで色鮮やかに仕上げた優しい味のノンフライの、しかもノンフライの野菜スナックなんですよ。皆さん16枚、そうそう、トマト、ほうれん草、紫芋と焼きのり味の4種類ですね。わ、すごいかわいい、見えますか、これがトマト でこれが海苔ですね。真っ黒色してます。これ着色料なんかもちろんあの入ってないですよ。もう自然の色ですね。紫芋なんかめっちゃ綺麗、紫の色です。そしてあともう一種類なんだけど、ほうれん草これだ。あ、かわいい、見てください皆さん、もう本当に1枚が直径4センチぐらいかな、こんなものになるんですけども、じゃあちょっと失礼しますが1枚1枚開けてみたいと思います。これほうれん草味ね、かわいいですね。香りはあ、なんかすごい本当葉っぱ系の香りがします。ちょっとね時間の都合上ちっちゃく分けて食べていきます。いただきます。うんと、あ、これほうれん草の味がちゃんとしますよ。あ、でね溶けます。あのよく赤ちゃんが食べるあの赤ちゃんのこうベビーせんべいって分かります皆さん、こう口どけのいいものあれ系で、これ紫芋次いきます。うん、これあんまり香りがそんなにしないです。うん、これすごくあのプレーンな味なんですけども、だんだん後から風味がふわっとね来る感じ。そして次に海苔です。
海苔はもうね、もろり海苔ですね。こう茶色の、あ、違う、黒、白に黒が入ってるから、うん、海苔の香りです。うわ、これすっごく私ヒットですね。海苔食べてるみたい。それくらい海苔の味が濃ゆいです。これすごい美味しい。ちょっと私これすごく好みです。個人的にめちゃくちゃ美味しいです。なんか本当に焼き海苔食べてるみたいな味がします。で最後トマトです。これも可愛いでしょ。真っ赤なトマト、色がねオレンジ色してますよ。匂い、香りはねトマトの香り別に感じないんですが、味はどうでしょうか。あー、これすっごい美味しい。あのトマトジュースの味がする。あ、これ結構見た目よりもトマト感がすごいです。あー、これはね、あのぜひご自身でもいいですし、もちろんね、あの無添加無着色ですから痩せ食材っていうことと、あとお野菜なんですよベースが。なのでね、これすごくダイエット向き&お子様にもとってもおすすめですから、ぜひこれね、パッケージ大丈夫ですか、こちらも購入してあげてくださいね。ではいよいよ第1位ご紹介していきたいと思います。第1位はこちらです。ハロウィンの海苔アートということで、これすごく可愛いんですよ。ちょっと見にくいと思うんですが、裏を見ますとミイラくん、黒猫、かぼちゃのジャコランタンとお化け兄弟の、あの切り海苔のカット海苔なんです。焼き海苔です。でも完全無添加ですよ。あの海苔だけ、食塩とかね、あの化学調味料、よく海苔もね、あの調味料かっこアミノ酸とってあれめっちゃ入ってますから買わないでくださいね。では開けてみたいと思います。これ皆さん見えるかな。おで、これはねおやつにしたのは、やっぱりねこうパーティーとかでこうおにぎりとかにこう乗せてもらいたいなって思ったんですよね。あとこうスライスチーズとか、ちょっと可愛くパーティー用のもうおやつアレンジにしていただけたらなと思ってね選んだんですよ。あ、すごい、1枚あたりに4種類の絵柄が載ってて、皆さん見えます？ちょっと厳しいかな、私がどうしたらいい、手で、厳しいですね。ちょっと見にくいかな。これね、あのお化けとかぼちゃと猫ちゃんとね、あの、あ、ミイラくんか、そうそう、これすっごく細かい線で、あ、見せて差し上げたいんだけどな、ちょっと見にくいか。これちょっとまたアップしましょう後でね。これをあのおにぎり作った時にね、お子さんたちにこう握って差し上げたりとか、ちょっとご家族のねこうディナーとかハロウィンパーティーの時にこれをちょっと乗せてあげるとすごくテンション上がってね、楽しいパーティーになるかなと思って選んでみました。さあ、いかがだったでしょうか。今回の痩せるおやつのポイントは無添加であることでしたよね。そして痩せる材料、お野菜ベースや海苔など、そういったね腸内環境を整えてくれる材料を使っているんですよでした。ぜひお近くのカルディさん終わりでしたら寄って、あのこのねおやつ選んでみてくださいね。この動画の内容は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。